どうも、連続起業家ライオン兄さんです。誰でもセルフ年金が作れるお金の学校というテーマでチャンネルを運営しています。今回のテーマは SBI 証券で T ポイントを使って投資する仕組みについて動画を撮っていきたいと思います。 SBI 証券で T ポイントを使った投資については2パターンあります。1つは T ポイントを使って投資信託を買えるという仕組みが1つ、2つ目が投資信託を保有しているだけで T ポイントが付与されるというサービスですね。これを投信マイレージサービスというふうに言うんですけども、この2つについて動画を撮っていきたいと思います。で、今話題になっているネオモバイル証券につきましてはまた別動画で撮りたいと思います。はい、で SBI 証券で T ポイントを貯める、使うという流れなんですけども、1つ目使うってことですね。 SBI 証券で T ポイント、貯まった T ポイントで投資信託を買えますよっていう仕組みなんですけども、具体的に私の講座で解説したいと思います。例えば私はこの SBI バンガード S&P500 インデックスファンドっていうのは、ちょっと遊びで T ポイントで購入しました。で、今の評価損益が9円で評価額が245円なので236円分のポイントを使ったということです。一応100円から購入することができます。なので9円割る236で計算すると、利回りが 3.8% 出てますよということで、気になるファンドとかを試しに購入してみてどれぐらい増減があるのかというのを、チェックするのに役立つのではないかというふうに思います。私もちょうどね、このファンドというか、全体的に株価がコロナウイルスのショックで暴落した時に、この値段で買って、今ちょっとそれが復活してきたらこれぐらいの価格になって、利回りが 4% 弱ぐらい出ていると。でそういう、テストをするのに、T ポイントを活用するのは良いかと思われます。で、実際に購入方法なんですけども、購入する時にこのように金額買い付けというボタンを押します。そしてここに好きな金額を入れると。でこの時に、今保有ポイントが36ポイントしかないので使えないんですけども、例えばこの画面で購入する時に現在保有しているポイントが36ポイントなので、この36ポイントだけで購入することは、最低買い付け金額は100円なので無理なんですけども、例えば今買い付け余力が4万円あるので、例えば2万円と、このうち T ポイントを全て利用するとか一部利用するっていうので、何ポイント分利用するかっていうのは設定が可能です。で、分配金受け取り方法は基本的にはこれ再投資を選んで、購入していただくという流れです。実際には T ポイントで投資信託を購入するには申し込みの設定をしないとダメなので、そこはこのボタンを押していただくとこの画面に飛びますので、ここで SBI 証券 T ポイントサービスというところで、私は申し込み済みになってるんですけど、申し込み済みになってない方は申し込みをするというボタンがあるので、それを押していただいて、で自分の T カード番号を入力するという流れになります。はい、これが1つ目のポイント投資の部分でした。で、2つ目マイレージサービスということなんですけども、国内株式や投資信託を保有していると T ポイントを貯められると、勝手に T ポイントが付与されるというサービスです。これがそのページなんですけども、投信マイレージサービスということで、投資信託を保有しているだけで T ポイントが貯まる、投信マイレージとはということ で、これはこのポイント付与イメージというところをクリックしていただくと詳しい説明がされています。その投資信託の銘柄によって付与されるポイントの利率が変わってくると。例えばこの紹介されている三井住友 TAM 世界経済インデックスファンドであると、0.2% の付与がされる。例えば1000万円のこの銘柄の投資信託を保有していたら、年間2万ポイント、つまり2万円分投資信託に再投資することができるということなので、お得ですよという意味です。で、そのポイント一覧っていうのが SBI 証券で見ることができるので、ここに紹介されているのは保有量に変わらず一律 0.05% になりますということで、結構人気の銘柄はこのポイント付与率がちょっと低めに設定されています。あと 0.03% の銘柄とか、0.02% SBI が推している SBI バンガード S&P500 インデックスファンドとかはポイント付与率が低いという状態になります。で、上記を除く国内公募株式投資信託っていうのは 0.1% か 0.2% になるということなんですけども、例えばここで紹介されている三井住友 TAM 世界経済インデックスファンドっていうのを調べてみると、このように出てくるんですけども、
この信託報酬というのが 0.55% ということで非常に高いということなので、まあ、一概にこの投信マイレージのまあポイント付与される利率がいいからといってその銘柄がいいとは限らないので、むしろまあこの利率が低い銘柄の方がその信託報酬が安いという傾向にあるので、あまり投信マイレージサービスのポイント利率だけにこだわるのはよろしくないかと思われます。まあ、あくまでね保有してて T ポイントもらえたら、まあ、そのポイントで、まあ、買い増しできるとというイメージを持っておいた方が良いと思います。私の YouTube チャンネルをご視聴の皆様に長期投資の教材とビジネスで不労所得を作る動画を無料でプレゼントしています。詳細につきましては動画説明欄をご確認ください。以上でこの動画を終わらせていただきます。よかったと思われた方は高評価ボタンとチャンネル登録お願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。